もどかしい <noise> こんにちは、うりさんです毎週火曜夜10時、TBS 系列で放送されているドラマ聞かざる恋には理由があって第9話振り返り感想動画です第9話は、じれったいというよりはもどかしいって感じでしたね <noise> 昨日は申し訳ありませんでしたとフレンチレストランに行けなかったことを謝る瞬 あのベランダみたいなところをガーデンスペースって言うんですねちょっと初めて知ったかもしれませんマシバちゃんもお料理の写真をシュンに見せたりしてすっかり仲直りしたみたいですねそしてついにシュンもスマホを持ち歩くようになりました釣りに行こうと約束したんですがまさかのっていう展開になってしまいました スマホを持ち歩くようにはなったんですけれども、普通に電話するところと、マシバちゃんのインスタを見るようになったことくらいしか描かれなかったので、最終回ではもう一度何かスマホ絡みのエピソードがありそうです。これについては後ほどお話ししたいと思います。 34話くらいまでは着飾っていたマシュバちゃんがマニキュアをするのをやめてヒーローを脱ぎ捨ててオンとオフを切り替えられるようになってきたってことを描いていてその SNS のおかげで貝殻ランプに出会ってバイヤーになる夢を見てたんですけれども9話にして一気にどん底に落ちてしまいましたもらい事故なのにひどいコメントを書き込まれたりして。 ほんと辛そうでしたよね SNS のちょっと怖い一面を見せられたって感じですよねついにはスマホを開くこともできなくなってしまいました9話ではそれぞれの夢について語られていたのでまとめてみましたこれは結構現実的で一番ありそうなことですよねその留学が詐欺にあっ で夢がパーになってししままいましたレイジさん夢を追いかけられてよかった幸せだったプロゲーマーになる夢を追った人そう思えたことに納得できたんだここは結構深い言葉でしたねそして最後に一緒にいたいなと思ったのがこうこさん レイジさんはロータス島留学という夢がパーになっちゃった時わざわざ現地の調査員に頼んで被害に遭ったお金を取り戻す努力をしていましたその時の話がこの第9話につながってきたのかなと思うとすごい回収の仕方ですよねはるちゃん自分よりも他の人の夢を支える長谷さんの夢を支えるために結婚しようと言うんだけれども長谷さんは 今言ってほしいのはその言葉じゃない長谷さんは何て言って欲しかったんでしょうかちょっと私にはわからなかったのでコメント欄で教えてください葉山さん常にまっすぐに追いかけて実現させようとしている旬夢が叶わなくてそれも捨てちゃったんでしょうか虫歯ちゃん なりたいいことを見つけていてそれに向かって進んでいる途中だけど全くの災難でで終えなかかったとといううことでしょうか夢についてのさまざまな考え方を1時間の中で丁寧に描いていたと思いますオーナーの知り合いの方からのお誘いあとは旬の決心次第ですよね他人と一緒にお店をやるのが嫌なんだったらマシバちゃんと一緒にお店をやるのもいいかな で思います。自分が弱ってる時に「逃げるな」とか言われたらそりゃ傷つきますよね藤野旬っていうキャラクターがよく喋るっていう設定みたいなので自分の考えていることを優先して言葉にしてしまったということでしょうかマシバちゃんの根底にある原因はインスタが怖くて開いて見ていないこと。 732件ものコメントが来ているので、その中にはマシバちゃんを応援してくれているフォロワーさんたちが絶対いるはずだと思います。そこに気づかせるのが春、シュンと と葉山さんのどっっちかっていいうことだとだ思います裏のマシュマちゃんを見ているシュンはその原因を取り除くためにデジタルでドックスさせたスマホを見るように進めて自信をつけさせるとかそうするとシュンがスマホを持ち歩くようになったことにつながっていくので綺麗にまとまるんじゃないかなと思いましたヤマさんも最終回では救いの言葉を言うようなのでこれはちょっとどっちか分かりませんね マネージメントの菅野さんという方が接触していましたトルコのお店の準備を始めているのでしょうかマシバにはいつも笑っててほしいワクワクしているマシバちゃんのインスタを見ていると楽しくなる一生懸命着飾っている努力を認めて間違っていないから胸張っていつかインスタも再開してほしいやっぱり大人の対応ですよね 通行人から泣いているところを見られないようにしてそっと包み込むここはホンといいシーンでしたよね葉山さんはやっぱりトルコに行きそうですよねはるちゃんと長谷さんは結婚しそうです一番最後に結論を出しそうなのがうこさんやり直したいと言われた場所が病院なんですよね コウコさんが怒っていた感情が同情に変わったとしたら結ばれるかもしれません。シュンはお店出しそうですよね。そしてマシバちゃんはシュンと一緒にお店をやりそうです。着飾りガールだったマシバちゃんが本当に自分の好きなものだけをインスタにアップしたり、北海道でも素敵な小物を見つけてお店で販売したらいいなぁと思いました。皆さんは最終回どうなったらいいなと思いますか コメント欄に書いていいてただけると嬉しいです最後になりますけれどもこのドラマすごく季節感と景色を意識しているみたいなので梅雨のない北海道の素敵な景色の中でエンドになる気がします最終回は6月22日日火曜日夜10時放送ですチャンネル登録者数の目標を1,100人として頑張ってますので応援よろしくお願いします 最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイバーイ。